すいません。もう始まってます始まってんの？はい、池見てたわ池と観覧車いいですね、夏休み子供たちの声に囲まれやってまいりましたよ。まあ世の中今夏休みじゃないですか。そうですね。私もちょっと夏休みらしいことをせっかくなんで休みなんで、はい、ちょっとしたいなと思って、何がいいかなと思ったんですけど、今僕南知多ビーチランドというところに来てるんですけど、はい、ここにちょっと思い出があって、はい、まあそれは後ほどにしようかな。せっかくなんでちょっと見つつ、はい、何を僕が探し求めてきたのかはお楽しみにということで、とりあえず中行きますか。行っちゃいましょう。ふれあいお魚館やってまいりました。あ、釣り風水槽だって。ちょっとやってみようよ。釣り風水槽ってどういうこと？え、だから餌を巻きつけてあげるの。あ、なるほど、ね、餌だけあげる感じか。はいはい、釣り風なので。釣り風あげるってことですね。だから針はないから、針がついてないので、このモールに上手に餌をつけていただいて、この後は当たりを楽しんでいる。あ、ちょっと待って、まだ水つける前からめちゃくちゃ来てたほら、早い、あ、一瞬でなかった楽しそうだね手のひらの上に乗っけて乗せていただければ多分ガリガリガリってくるんで。本当ですか？あ、浮いちゃう、浮いちゃった、飛んでいっちゃった。あ、いた、お前、俺の指噛むな。噛むっていうか、なんか吸うみたいな。あ、当てしまう難しい都会一個はこれだからダメだよね楽しいわ。これちょっと不思議な仕組みで、はい、これ今水槽と中つながってるんですよ。はい、蓋がピッチリしてあって空気を吸い出すことで真空になるものですから、ここから水が溢れないっていう。なんか蓋で突っ込んで餌が実はやれる。なるほど、はい、なかなかないですよね、はい、そうです。やめてください。ちょっと先に、あ、意外とあったかいんだね。あったかいですね。26、7度あるんですから、このままもう少し手をグッと中に。あ、そういうことか。そうです。ああ、取られた取られた、ね、いいのよ、あげてるんだから楽しいね。なかなかこういう経験ないけど、初めて。確かに珍しいね、体験がいっぱいできる。さあ、今日の動画は以上になります。面白ければチャンネル。おかしいだろ。何、餌あげおじさんじゃなくて、ただ。あ、まだまだメインイベントはまだまだ。なぜここの段階で分かった人いたらすごいね。イルカ触ったことは？いや、あるよ。ちょっとタッチぐらいは。ないの？俺ないね。でも残念ながら今日は触れません。だよね、カメラマンだよねすごいよ、来たよ。はい、名前をリアと言います。リア君、あ、リアちゃん。はい、背中をたくさん触ってあげて。リアちゃん、こんな感じなんだね、イルカって。心地、触り心地トゥルトゥル、すごい。何イルカですかこれ？反動イルカ。反動イルカ、あ、飛んだりするやつか。じゃあ次もう一本やってくるので。はい、ありがとうございます。ネリちゃん、お、なんかやってる。かわいいなぁ。触っていいんですか？うわぁ、こういうのは、こういう模様みたいな、なんか傷？これが前回の時にサメに噛まれた。え、これ？そうです。めちゃくちゃ噛まれてるんですけど。この子でももう治ってるので。ああ、野生にいたんですね、じゃあね。あ、そうです。野生から来ました。ありがとうございます。また会いに来てください。すいません。おお
ごめんリアクションみんなより先にしちゃって一般人みたいなリアクションしちゃってごめんね。いやびっくりした。あ、こういう風になってんですね。というわけで私が今回来たかったのはこれを見に来たかったんです。はい、ウォーターボーイズ2の時に僕ここのイルカプールでシンクロして、はいはい、あれ何話だったか忘れちゃったけど、多分中盤ぐらいのちょっとメインのイベントみたいな感じでシンクロした時にサインを書いたんですけど、これをやっぱ未だにすごい数インスタグラムとかにも行ってきましたっつって送ってくれるの。なのでちょっと見に来たんですけど、誰のサイン？俺のは分かりやすいね。やっぱ明石の横川隼人ダントツ汚いもんね。隼人くんか。ケイタ右側。ケイタくん？ああ、リョウか、その下はリョウ。え、リョウじゃない？右下、一番下これ？箱根リョウ、リョウって書いてあるよね。あ、木村って書いてあるんだ。木村リョウか。いや、これを見に来たかったのよ。はい、これがもうこういう風に飾ってくださってるんですか？撮影の人に、はい、すごい話題になったんで。でこれまた、いきさつがちょっと僕わからないんですけど、多分うちの職員を声かけさせていただいて記念にっていう書いてもらったんですよね。でも当時も石堂さんいました、いました、はい、私いました。当時まだ、今候補ですけど、はい、多分動物飼育係やっていて、で、あのプールでシンクロやられるっていう。やりましたよね。はい、それこそスタンドにあの撮影だったんで、ブラスバンド、はいはいはい、見えてて、はい、吹奏楽部も来てたんだ。はい、先生で生徒で。なるほど。はい、で応援かなんかで、はいはい、そういう場面でした。へえ、もうなんかめちゃめちゃなんかすごい盛り上がる場面だったんで。でもやっぱ未だにこれは見に行ってきましたとか、はい、見て行ったらサインありましたとかって言われるんで、はいはいはい、聞かれますよ僕ら。あれはどこにあるんですかみたいな。ああ、こちらに今飾ってありますという。なので、はい、せっかくだ、もうあれ以来だから、え？20年ぶりぐらい。20年、20年近い。19年ぶりぐらいの。そうね、しんどかったからな当時。特にここは全く足がつかないだし、飛び込みもこう、飛び込みのシーンとかはもうそのまんま下深いから、いやー、懐かしいですね。でもありがたい、こうやって飾ってくださって。というわけでこれをね、今日 見に来るのがまあメインイベントでした、はい、ですけど、せっかくなんでまあちょっとだから僕が泳いだイルカプールも見に行きましたよ、うん、衣装がこの後あるってことなんで、それ見たりとか、はい、ヨシキ D が好きそうなイベントもこの夏限定であるっぽいんで。ありましたね、なんかそれ見たりとかして、はい、ちょっと楽しみたいと思います、はい、え、YouTube 見てます。今ちょっと YouTube の撮影してました。声入っちゃいますよ。大丈夫ですか、今撮影しますけど。大丈夫声だけ、はい、見てくれてますか、本当に。見てます、見てます。嬉しい、嬉しいです。嬉しい、ありがとうございます。え、確かに誕生日だったんですよ。おめでとうございます。いいことあったよ。よかった。嬉しい。すごいね、やっぱ人気ですね。愛知県で人気かもしれない。愛知住む？愛知住むから住みたいな。毎日キャーキャー言われ、ありがとうございます。おー、これよしきりのメインイベント見たいんだもんね。どういうこと？魚たちと一緒に泳ぐってことか。すごいね。いや、懐かしいな。でも思い出すけど、なんとなく徐々に。ウォーターボーイズ19年だもんな。人魚見たことある？人魚俺はあんまないね、本当に。俺結婚式に人魚来てくれて出たそうやな、ハワイで。呼んでないんだけど、なんか来てたんだよ。なんかその間に入ったコーディネートしてくれる人が呼んでくれたの。そういうこと。想像がつかないね。でもその人形はどうとか。お、急に逃げた。お、見えてきたよ。よし、人形だよ。あれ絶対人形だって、人形だって人、おお、人形じゃん。仮面かぶった人魚じゃん。かぶってない。見て見て、前にいる。あれこっちの仮面じゃねえよ、あれだ。ゴーグル。でもあんなよく潜れるね。マジか、かわいいぞ。感想が違うんだよ。
ちゃうかよ、またちゃうなんかすごい見てくれてるよ。あ、注意してくれてる。おお、すげえ。ていうかさ、ハイすごいって人魚だからな。人魚。すげえ。すごいね、こういうショーもやってんだね。夏限定だけど。すごかったです。人魚。どう、よしき。めちゃくちゃ楽しかった。希望通りの、うん、見れましたね、うん。いやいやいや、イルカショーです。この後は。来ました。楽しみですね。ジャンプするか。いや、ジャンプはするだろう、大体。そんなジャンプ。わかんない。ジャンプするかわかんない。しないイルカいないでしょ。しそうでしないみたいな。こんなイルカいるかな。実際に泳いだプールですからね。そうだよ、ここだよ。いやー、でもあそこだよ、俺だから。あそこから多分入水して、懐かしいなー。あれ多分俺、伊勢佐木町ブルースだと思うよ、曲は。チャラッチャチャラチャラッチャラッつってやってたと思う。あー、あー、違うかな。おーすげえ、一瞬でしたけどできましたよね。すごいね。そうなんです。お座りの阿部様の目の前にいて可愛らしいポーズをできます。ポーズしてくれますよ。では、それでは早速行きたいと思います。せっかくね、いい番組ありますからね。できる限りの企画に行きたいと思います。あ、阿部ちゃんすごい。逃げちゃってるじゃん。取れない。あやめちゃん。お客様にじゃ可愛らしいポーズ入って。あらーセクシー。あらーセクシー。やばいよこれ。あやめちゃんこんなポーズするから。あやめポーズです。グラビアアイドルみたいな。ここからは皆様お待ちかね、まあ、イルカショーが来たよ。来る？ジャンプするかな。ジャンプは飛んでんじゃん。ジャンプしたね、いきなり。早かったね、ジャンプまで。これ反動威力。おー、ジャンプ。むしろジャンプしかしないよ。おーおー、やばいやばいやばい。おーおーおー、やばい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 、予感したもん、感じどこだもん。やばいかも、やばいかも、あ、やばい、やばい、あぶね。ずっとジャンプしてる。ジャンプするからじゃない、ずっとジャンプしてる。俺も入ったプールに、お姉さんたちも入るんだ。ダンスしてる、シンクロ。シンクロしてるじゃん、本当の。ペア。どうすんの？まさか。あれ？うわぁ！ジャンプさし。あったよね、俺らも。これはぜひ見てほしいな、近い人は。まだ来たことない人は。結構すごい。まあ、夏だから特に濡れるんだろうけど。すごい、これ。俺、ここで泳いでたんだと思ってすごいわ。泳いでた、泳いだね。そんなずっと泳いでないから。いや楽しかったね、夏休みって感じで。楽しかった。よかったですよ、はい。でもやっぱ、いやここだからか、まあみんなウォーターボーイズのっていうのも知ってる人も多いのか、うん、すげえ声かけてもらって YouTube 見てますっていう声も本当に多かったから、はい、なんか嬉しかったな。いうわけでね、でもまあちょっと聖地巡礼じゃないけど、自分が出たドラマのロケ地行ってみたみたいな新しい企画だったんで、こういった企画もどっかのタイミングでまた合宿所とかさあんのか分かんないけど、行ってみるとかはちょっと面白いのかななんて思ってますけどね。楽しいね、やっぱこういうの。懐かしかったな。本当ここの南北ビーチランドの方も優しかったし、はい、でもイルカショーとか本当にすごかったし、サンマーメイドのショーも楽しかったし、うん、ぜひお近くの方は遊びに行ってみてください。というわけでどうも。
というわけで今日も動画最後まで見てくれてありがとうございます。もしよければチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。それじゃあ皆さんも素敵な夏休みをお過ごしください。あとわずかですね。じゃあね。キツネさん、なな中尾さんさん、秋吉さんさん、キツネさんさん、なな中尾さんさん、秋吉さんさん、キツネさんさん、キツネさん。